玉城地区富里にある聖泉川。集落の後方にある源泉から引かれた井戸で、大正時代の末期に作られたと言われています。石で作られていますが、石の表面には苔がびっしりと生えていて、長い歳月を感じさせています。聖泉川は通り沿いに設けられていて、付近の住民の生活に活用されたことがうかがえます。